経済産業省が2015年度以降、広告会社大手の電通などが設立した団体、環境競争イニシアチブに委託した事業の9割で、公募に他の事業者が参加せず、競争なしで委託先が決まっていました。環境競争イニシアチブは、2011年に電通とその子会社で設立した一般社団法人で、 エネルギーや環境分野の補助金給付事業の委託を受けています経産省からは2015年度以降59件の事業を受託していますがそのうち9割の54件では公募に他の事業者が参加せず1社のみの応募だったことが分かりました事務委託費の合計は350億円で247億円が 電通に再委託費としてて支払われています経産省は可能な限り競争が行われた方が望ましいとして他の業者への声掛けなどに努めたいとしています。